極みで桜花並みしから竜がごとく例の雪になったおよう。極みではより色っぽい印象に変化。はぁ、あ、あんた、アホちゃうの？はぁ、あ、あんた、アホちゃうの？おかみさん聞いてえな。はじめさんが新選組に入るなんて言うとんのよ。おかみさん聞いてえな。はじめさんが新選組に入るなんて言うとんのよ。新選組が来ます、はよここから逃げて。新選組が来ます、はよここから逃げて。続いては殺され役だったカツラギがまさかの世良会長に変更。喋らないため見た目が変わるだけだが、これにより3代目と4代目が殺し合うという、極みでは衝撃的な展開となってしまった。そして9番隊隊長はダンストレーナー荻田から U6 で登場したコワモテの小清水にチェンジ。真っ赤なスーツが特徴だったけど、新選組は正反対の色だ。強さこそが新選組の正義なんでしょ。なら隠れてこそこそやっとる人間より局長にふさわしい人物がおるやろって思いますがね。強さこそが新選組の正義なんでしょ。なら隠れてこそこそやっとる人間より局長にふさわしい人物がおるやろって思いますがね。お気遣いどうも。お気遣いどうも。谷をやっちまうとはの。噂通り大した腕や。谷をやっちまうとはの。噂通り大した腕や。余裕かましとるんやないぞ。余裕かましとるんやないぞ。また7番隊隊長は八幡から竜がごとく7に登場したハンピンリューマンナンバー2のマブチに極みでチェンジしても相変わらずいかつい。ずいぶん肩を持つじゃねえか長倉さんよ。いくらもらったんだ。あ、ずいぶん肩を持つじゃねえか長倉さんよ。いくらもらったんだ。え、俺たちは今をときめく新選組の隊長様だぜ。この立場を最大限利用しないでどうするんだよ。俺たちは今をときめく新選組の隊長様だぜ。この立場を最大限利用しないでどうするんだよ。うるせえな鈴木、お前の出る幕もねえんだよ。伊蔵を取んのは俺だけだ。うるせえな鈴木、お前の出る幕もねえんだよ。伊蔵を取んのは俺だけだ。続いて5番隊隊長は林から竜が如く例の阿波野の兄貴に変更。こわもての兄貴があれをしちゃうんだ。心も体も教育するんがわしの信条や。心も体も教育するんがわしの信条や。なんなら己も味わってみるか。なんなら己も味わってみるか。もう払う金がない言うからな。服を質に取ったんや。ふんどしも言ったらやないか。なあ、もう払う金がない言うからな。服を質に取ったんや。ふんどしも言ったらないか。なあ。やっぱ女子の汗は口に合わん。相手するんは平助みたいな若い男に限るわ。やっぱ女子の汗は口に合わん。相手するんは平助みたいな若い男に限るわ。そして馬場ちゃん演じた8番隊隊長は竜が如く7でハンピン・リューマンの総帥だった長にチェンジ。さてと、仕事も終わったし俺先に上がりますね。じゃあ。さてと、仕事も終わったし俺先に上がりますね。じゃあ。斉藤さん真面目そうだから先に言っておきますけど、あんまり深く考えない方がいいですよ。斉藤さん真面目そうだから先に言っておきますけど、あんまり深く考えない方がいいですよ。急いで、武田さんが伊藤さんに報告する前に止めてください。でないと俺近藤さんに合わせる顔が
急いで武田さんが伊藤さんに報告する前に止めてください。出会いと俺、近藤さんに合わせる顔が。続いて参謀だった高橋丈二の浜崎は龍が如く霊で何度も戦ったクゼの兄貴に変更。新選組次期局長はこの伊藤貸太郎が引き受けよう。新選組次期局長はこの伊藤貸太郎が引き受けよう。新選組の役割ももう終わったんだよ、土方さん。新選組の役割はもう終わったんだよ、土方さん。では始めましょうか。行け、皆殺しにしろ。では始めましょうか。行け、皆殺しにしろ。さらに物議を醸したであろう監察の山崎は龍が如く6や7で登場した半純儀に頭巾をかぶっていればそこまで違和感はない。あなたをお待ちしていました。ここは寺田屋へ帰るには必ず通る道ですからね。あなたをお待ちしていました。ここは寺田屋へ帰るには必ず通る道ですからね。初の任務ですからくれぐれもご注意を。では失礼いたします。初の任務ですからくれぐれもご注意を。では失礼いたします。勤労の獅子ってな、みんないい声で鳴くな。勤労の獅子ってのはみんないい声で鳴くな。そしてあの船越氏が演じた局長は龍が如く7の足立刑事にチェンジ。いやあんたいい仕事したぜ斉藤さんよ。いやあんたいい仕事したぜ斉藤さんよ。さあ1年ぶりの実戦だ。剣士として純粋に殺し合いを楽しましてもらうよ。行くぞ坂本龍馬。さあ1年ぶりの実戦だ。剣士として純粋に殺し合いを楽しませてもらうよ。行くぞ坂本龍馬。あんたに会って初めて本当にこの国を変えられるんじゃねえかと、そう思うことができたぜ。あんたに会って初めて本当にこの国を変えられるんじゃねえかと、そう思うことができたぜ。またこちらも会話することはないが、ボスとして登場する吉田利麿が龍が如く後の金井から霊矢無印に登場した島野の親父へとサプライズ変更されていた。さらにまさか過ぎたのは過去の沖田総司。これがなんとあの龍が如く霊で登場した立花不動産の織田になっていたんだ。美少年と言われていたのに完全におっさん化してしまっていた。局長、土佐での一仕事お疲れ様でした。局長、土佐での一仕事お疲れ様でした。ここにいる我々三人はあなたを身内と思っていませんよ。ここにいる我々三人はあなたを身内と思っていませんよ。芹沢かも覚悟。芹沢かも覚悟。続いて勝として登場していた青山は龍が如く7に登場した荒川正人へとチェンジ。理想だけの長州が突っ走ったところで幕府は倒れない。理想だけの長州が突っ走ったところで幕府は倒れない。今日は腹の探り合いはなしだ。
私が本当は幕府側の人間でないということは知っているのだろう。今日は腹の探り合いはなしだ。私が本当は幕府側の人間でないということは知っているのだろう。やはり坂本龍馬は二人もいらないな。そうは思わんか、坂本さん。やはり坂本龍馬は二人もいらないな。そうは思わんか、坂本さん。そして最後は兄弟と呼んだ武市半平太。極みで悪いで殺しかけた渋沢に変更。殺しかけた相手を兄弟と呼ぶのは、もう違和感しかない。今日からこの坂本龍馬を、土佐勤王党の筆頭としたいと思う。今日からこの坂本龍馬を、土佐勤王党の筆頭としたいと思う。何を言い出す気ですか、おやさん。前から俺と龍馬とおやさん、その3人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか。何を言い出す気ですか、おやさん。前から俺と龍馬とおやさん、その3人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか。また再会シーンでは本来髪を下ろしていたが、渋沢の場合は坊主頭となり、例に近い印象に。おやさんはな、新しい時代を託すため俺たちを導いてきたんだ。自分が死んだ後の復讐のために俺たちを育てたんじゃねえだろう。違うのか、龍馬。おやさんはな、新しい時代を託すため俺たちを導いてきたんだ。自分が死んだ後の復讐のために俺たちを育てたわけじゃねえだろう。違うのか、龍馬。さらに白髪で登場するシーンでは、ヒゲが濃かった渋沢は口元も真っ白で登場するんだ。渋沢が挑発になった姿も見たかったね。坂本龍馬として生きた男は二人いらない。坂本龍馬として生きた男は二人いらない。ラストは完全に例の渋沢の髪型になっており、この世界でも二人は再び激突するのであった。